男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説するスタンドマイヒーローズスタマイのゲーム実況配信を今日もやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリをテーマにした作品なんですが、まあ、今回はこちらの特別操作イベントということで映画が一つテーマになっているようです。こちらのね期間限定イベントスタンドマイヒーローズスタマイ USA をお送りしていこうかと思うんですが、まあこちらね2019年のエイプリルフールのスタマイついに全米進出っていうね演出の派生イベントとして公開されたもののようなんですよね。まあそんなねいつもと違う世界観のスタマイを今回は味わっていただければと思います。それではご覧ください。どうぞ。いきなり銃声から始まりましたがスパイアクション本格ミステリーラブロマンスコメディホラーファンタジーサスペンス映画のジャンルでしょうか。どこにもないけれどどこかにあるかもしれない世界流れる時間息づく人々これはそんな映画という夢に夢を見た人間が最高の脚本を書き上げるまでの物語。まあ、今回はね、主人公は駆け出しのシナリオライターという設定です。ジャパリウッドですか？そう。こういうプロデューサーってなってますけども、こんなカウボーイハットのプロデューサーあんまりいませんけどね。とある映画制作会社のオフィス。私に自信満々で企画書を差し出してきた先輩。元いプロデューサーはにっこりと笑った。まあ、距離の近い上司なんでしょうね。ハリウッドにもボリウッドにもノリウッドにも負けないうさんくささが早速出てますよ。一大エンターテインメントジャパリウッド、もう最大のうさんくささがここに詰まってますね。出演者は日本が世界に誇る名優から無名だけど実力は確かな若手までこれ以上ないメンバーを集めたし、スタッフも最高のチームが揃った。スポンサーもバッチリついた。あとは撮るだけってことだ。うん、段取りは良さそうだけどね。ここに名前が載ってる人たちは全員本決まりってことですか？そりゃあもちろん。ま、ちょっとそれぞれそれなりにつてがあってね。大丈夫、このうさんくささでたぶらかした人たちってことだよね。大学時代からそうだったけど相変わらずほんと人脈がすごすぎる。大学時代の先輩でもあり会社の上司でもあるってことね。そんなものすごい作品の脚本をクソガキちゃんが書くの。ほう、すごいチャンスでしょ。確かに裏がありそうだけどね。はい、それはもう本当にそう思いますが、ですがこの作品の監督は我ながら歯切れの悪い返事をしながら隣の席のその人をそっと見やるここにいるんだね、都築監督なんですよね。なーに言ってるの。そうじゃなかったらこうして来てもらえてないよ。都築誠、若くして名だたる映画賞を次々獲得している映画監督。まあこちらではこういう設定ってことね。監督であり脚本家であり俳優、年こそ近いけれどそのキャリアは私とは次元が違う超大物だ。でも確か都築監督って自身で脚本を書いた映画でしかメガホンを取らないはずじゃ。ああ、そういうこだわりがあるんですね。で、それで、はい。真剣な顔で企画書に目を通していた都築監督がおもむろにそう言って、その涼やかな瞳で私を見据えた。うつく。なあ、君はどんな脚本を書くつもりでいる？え、いきなり？どんなって？そうですね。まずはプロデューサーの構想などを詳しく伺ってから監督にもご意見をいただき方向性を定めていければ。いや、君の構想を聞いている。おぼろげでも構わない。周りのね圧力とかそういうことじゃなくてってことね。すいません、まだこれというものは。ん？何もないのか？いや、だって監督見てこのアウトラインですよ。構想がどうとかいう段階では。企画書に1ページの半分ほど綴られたアウトライン、あらすじは、
いかにも大作を予感させるエンターテインメント性に満ちた文章が並んでいるけれど、結局何の話なのかが全くわからない。ああ、そういえば先輩が書いた卒論ってこんな感じだったな。そこでももう性格が出てるんですね。君はまだ無名だが、今の映画界の若手の中では一番欠けて骨がある脚本家。今回はその自由な発想力と独創性が生み出す最高の一編をタクとして作り上げていきたいと。彼から説明を受けているが、君のことじゃないのか？だいぶ盛られてるんでしょうね、これ。いや。小さくウィンクしてくるプロデューサーに恐怖と遺産が込み上げてくる。なんて無謀なハッタリを。とんでもないことです。私はまだまだ未熟な人間で、これはチャンスだ。チャンスだけれど、ここで嘘をついて引き受けたら絶対にとんでもないことになる。まあすごい人たちがかき集められてるんでしょうからね。大変光栄なお話なのですが、正直に自分の実力を告げ辞退をしよう。一スタッフとして何か手伝わせてもらえるのなら喜んで参加しよう、そう思っていたその時。ああそうだ、どうかなさいましたか？嫌な予感。そういえばクソガキちゃんに大事なこと言ってなかった。大事なこと？この映画の主演はあの今王子俊だから。今王子俊？それは本当に？この世界観では今王子さんは有名俳優さんなんでしょうね。俺が嘘ついたことある？割とある。そうなんだ。で、彼が主演だと何か問題があるのか？いえ、何でもないんです。彼女、昔から彼の大ファンなんですよ。確か高校の時からだっけ、彼の主演作品を見てビビッと来ちゃったらしいです。映画を好きになったのも、この業界で仕事しようと思ったのも、その一本がきっかけだったって。ねって、ああもう、はい、まあそのような。ダメだこれ、絶対ミーハー根性でこの業界に入ってきた人間だと思われた。最悪だ、見下されそうですね。いや確かに事実だけれども、でもこの場でしかもこのタイミングで言う、まあでもね、こういう気持ちが大切だと思いますけどね。そういうのがモチベーションになるから、こういう大変な業界でも働けるわけでと思うと、まあ複雑なところですが、同じようにウインクを送っているのかな、これは。再び放たれたウインクに気づかなかったふりをしてそっと無視する。プロデューサーは特に気にする様子もなく話を続けた。よかったね、夢一気に2つ叶っちゃうよ。頑張るためのモチベーションとしてこれ以上のことないよね。私の話はそのくらいにして、今回の件なのですが。うん、夢？そうなんですよ。あ、実は彼女私の大学時代の後輩で、同じ映画サークルの出身なんですが、いや本当に濃いつながりの先輩なんだね。飲み会で酔っ払うたびに宣言していて。いや母じゃないです。というか待って、まさかこれは。そういうわけで彼女にとってその夢がどれだけ大切なものか私はよく知っているもので、今回こういう形でその夢の実現に立ち会えるのを嬉しく思っているんですよ。いい先輩風な感じになってきたけど。実力があっても熱意があっても、チャンスに恵まれなければ埋もれてしまうのがこの世界の厳しいところですから、 YouTuber も一緒だね。なるほど、やっぱりそうだった。先輩の秘技、断られる前の絶対断れない空気作り、今までこの技に何度やられてきたことか。ここで流されてはいけない、そう思う反面で、いやでもこういうところがあるからいろんなすごい人たちが今回の企画にも集まってるんでしょうね。夢の実現。はあ、君が書かないのなら俺が書く。
それにそういう話でこの仕事を受けている。ここで君が席を立つとして作品に支障はない。制作にかかる迷惑は考慮する必要はない。ただ君の意思が聞きたい。君はどうする？私はまさかやる前から諦めるの？なんてごめんごめん、気にしないで。ま、断られるのは残念ではあるけど、今聞いた通りで誰かが困るわけじゃないから安心してよ。この人は本当にこういうところが恐ろしいというか、なんというか、でもね、こういう感じだからこそ、まあ先輩っていうぐらいが大して年が離れてない先輩なわけだけど、プロデューサーまでね昇進しているわけでしょ。まあちゃんと実力があるんでしょうね。どこまでも把握されてるんだよね、私の性格。無謀だ、分かっている。今の自分の力量に見合った仕事とは到底思えない。きっととんでもないことになる。それでも今ここで私にやめろと言っている人はいないのだ。あ、確かにね。ああ、もう、どんな巨匠にもデビュー作はあるんだ。その通りだね。書かせていただきたいです。鈴木監督が書かれている作品と今の私の作品ではもちろん比べるべくもありません。ですが全力で精一杯最高の一編を目指して最後まで諦めずに書き上げますので。そうか、わかった。ああ、言っちゃった。わかったって言われてしまった。もう後戻りはできない。では以降の話は本が上がってからということで。そうですね、またご連絡します。失礼する。まあでもね、誠さんも脚本家の実力はあるわけだから、そういうところのサポートも今後受けていけるんじゃないかな。まあ心強いメンバーが揃ってる時の方がデビュー作も安心じゃないかなって思いますけどね。あの監督ありがとうございます。繰り返しになりますが精一杯やらせていただきます。この条件下で君がどんな最高の一編を書き上げるのか興味深いな。意味深。何、条件か。はい、頑張ります。条件ですよね、引っかかりますよね。なんだろう、いやー、クスガキちゃんなら引き受けてくれると思ったよ。よろしくね。うまくそういう風に導いたくせにね。先輩、今監督がおっしゃっていた条件って何の話ですか？聞きたい？この笑顔、待って、すごく嫌な予感がする。まあ裏があるんでしょうね。そんな大したことじゃないよ。ただ脚本についてちょっとだけお願いというか、このね、大したこととかね、ちょっとっていうね、個人のさじ加減を出してきたあたりが怪しいですよ。スポンサーの皆さん、それぞれからのリクエストがあるんだよね。リクエスト、まあそこが出資先ですからね。それが元手になって全てが回るわけですから。そう、こういう要素を盛り込んでってやつ。はい、これいやー、前途多難、波乱の幕開けですね。ペラリと渡された資料、そこに箇条書きで並んだ内容に思わず絶句する。何これ、世界観がバラバラすぎて。あの、これって最低何割くらい盛り込めば？え？全部全部？これを？そんなに大声出さなくっても、全部って言っても10個くらいだよ。2時間映画なんだからいけるって。楽観主義者な。ああそうだ、どうして忘れていたんだろう。この人がいつも後出しで何かと無茶なことを言ってくるってこと。ちょっと待ってください。これはさすがに引き受けたからにはしっかりね。クソガキちゃんプロだもんね。プロのお仕事期待してるよ。とりあえず2週間後に書庫をよろしく。2週間？絶対無理。いやでもね、こういう引っ張っていくタイプのリーダーなんでしょうね、この上司は。そうは思えど無理が通用する相手でもなく、そしてそのまま
2週間後を迎えるのかな。そうですね。うんうん、いいんじゃない。オッケー、さすが仕上げてきたね。ほらできるじゃん。そうですね、なんとか。久しぶりに死ぬかと思いましたけど、ギリギリまで書き上がらず打ち合わせの場に直接持ち込んだ書稿。本当に読んでる?と問いたくなるハイスピードで最後の1枚まで目を通した先輩は、ああでもやっぱ能力スキルは高いんでしょうね。並びのいい歯を覗かせながら快活に笑った。リクエストも全部クリアできてるしバッチリだよ、すごいすごい。まあ褒めて伸ばしてくれるタイプではあるのかな。ありがとうございます。ただ本当にとりあえずクリアしたという自覚はあって、あのこれ面白いですか。うん、条件をクリアすることを優先したってことね。面白くなるんじゃない、あのまこちゃんが撮るんだから。まこちゃん、もちろん監督やスタッフ陣、出演者の皆さんの力で大きく底上げはされると思います。ただそうだとしてもこれはちょっとあまりにもまだ納得がいっていないので、まあでもね、こういうのっていろいろ提出すると訂正されるものだから、とりあえず提出するっていう姿勢は大事だったりするけどね。やっぱりリクエストをいくつか諦めてもらうか、せめてもう少し時間をいただけないでしょうかって言ってもね。お、誰か来た。あ、どうぞ。ん?今日の打ち合わせは二人だけのはずじゃ?開いたドアの向こうに立っていたのは?嘘でしょ?今王子春。今王子春?おはようございます。すいません。遅くなりまして。いや、業界人っぽいね。おはようございますとね。どんな時間帯でも挨拶してくるね。いやー、とんでもないです。お忙しい中、ご足労いただいて。どうぞおかけください。ちょっとプロ先輩、あの聞いてませんよという私の無言の訴えに、そうだったとでも言うような悪びれない笑顔が返ってくる。そうこうしているうちに私の斜め前に彼は着席した。心理学的には一番いいポジションですね。正面だと敵対関係になっちゃう。斜め前が一番交渉にはいいポジションではありますが、本物だ。すごいオーラの暴力、目がつぶれそう。落ち着け、深呼吸。紹介しますね。こちら今回の作品の脚本を担当してもらうクソガキゆいさんです。あ、はじめまして、クソガキと申します。お世話になります。とても人当たりの良さそうなマネージャーさんと名刺交換を済ませ、まあこういうのがねマネージャーさんの役割ですからね。今一度今王子さんに向き直って頭を下げるけれど、何やらご機嫌が麗しくなさそうというか、メディアに出ている時と印象が違う。いや違って当たり前だよ、生身の人間なんだから。オンオフしっかり切り替えるタイプの人なんだな。まあそういう人もいらっしゃいますよね。入ってきた一瞬以降全く目が合わないことについ感じてしまった一抹の不安、それをかき消すように息を吐いて背筋を伸ばす。彼女が最高の本を書き上げますから。今日書稿もしっかり上がったところなんです。ハードル上げないで。それはまだ。それで見て構わないんですか。もちろんです。あー待って、あー渡しちゃった。そうして今おじさんは険しい顔のまま脚本の表紙をめくった。パラリパラリとページが送られていく音に耐えきれず、わーっと叫び出したくなるのを必死でこらえる。新手の拷問だ。物語の主役は孤高のライダー、今おじさんにぴったりの役ですよ。その言葉に反応するように今おじさんの手がふと止まった。おい、今日の要件俺から言っていいよな。ああいや、ちょっと待ってくれ、その話は。ん?申し訳ないんですけど、このお話正式にお断りします。しゅん、え?何何、話ちゃんとまとまってないの?
あまりにも予想外の宣言に目が点になる。こんな突然？申し訳ありません。私の方からも社長からも説得を試みてはいるのですが、まとまってから来てよね。いえ、今日いらしたらそうおっしゃるんじゃないかと。実は覚悟をしていました。覚悟してたの？このオファーを受けてもいいと言った時とは、そちらの条件が変わった。ああ、このプロデューサーの性格と合わないってことだね。出演は無理です。ごもっともです。ですが、もしも叶うなら何か別の条件で交渉の余地をいただけないでしょうか。可能な限り、いえ不可能なことでもご希望に沿うよう力を尽くします。まあとりあえずはね、こういう交渉の場を設けるところまで持ってくるっていうのがこのプロデューサーの戦術だったのかもね。あなたにはそれだけの価値がある。だとしたらまず、恐ろしいほど整った顔がおもむろに私の方を向いた。嬉しいだとかときめくだとか、もはやそんな次元ではなく、これは死ぬと思った次の瞬間、この本なんとかしてもらえますか。なんとかできるならですけど。この上なく不愉快そうに吐き捨てられた一言にかぶって、つまんねえんだよという副音声が不思議なほどにはっきりと聞こえた気がした。誰か嘘だって言って。映画の中でまるで絵画のような笑みを浮かべていた美少年、穏やかで思慮深く、それでいて強い意志の宿った瞳で今や世界を魅了する旬今王子。別に夢を見ていたわけじゃない。演じるキャラクターと本人を混同していたわけでもない。けれど今日まで私の中で構築されていた彼のイメージは音を立てて崩壊した。まあでも今の芸能界こういう人少ないですけどね。裏こそもっといい人だったりする人の方が多いイメージはありますが、初稿の出来が悪いのは認める。言ってることはとっても正しい。でもだけど率直に言って、ちょっと感じ悪くないですか。数ヶ月後、話はなんとかまとまったんでしょうか。集合場所はあっちか。人が忙しく行き交う空港のロビー、私は大きなキャリーケースを引きながら指定された場所へと向かっていた。しかしジャパリウッドなのにアメリカで撮影って、なんだかな。これも波乱の予感です。スポンサーの意向、この仕事を引き受けて以来何度聞いたかわからないその言葉を思い出す。まあとにかくもろもろなんとかなってよかった。なんとかなったんですね。あれから何度かの交渉がなされ、最終的には今王子さんの出演が決まった。あ、これも良かったですね。私が会ったのはあれっきりで、完成稿を彼がどう思っているかもわからないけれど、こうして撮影が始まるんだから OK が出たってことだよね多分。おい、クソガキ。ん？誰の声でしょう。あ、おはようございます。はや、マキ君も同じ便だったんだ。今日スタッフさんだけだと思ってた。ってことはマキ君も俳優さんかな。いや、昨日まで別の撮影あったから。というかそっちこそいると思わなかった。現地行くんだな。本もう上がってるのに。ああ、確かにね、ライターさんも行くんだね。そうなの、現場で必要に応じて監督の補助的な感じで、助監督か。求められた時に脚本の修正をってことで。まあ他でもない続き監督だし、そんなに私の出番はないと思うんだけどね。そういうことか。まあそれじゃ今日からよろしく。こちらこそ。じゃあ行こう。あ、ごめん。ん？寝てないのか。昨日寝つけなくって。飛行機乗ったら即寝ちゃいそう。あんたいつかの移動の時もそうだったよな。あ、前も撮影で一緒だったのかな。え、そうだっけ。遠足前の小学生。あ、言われた気がする。みんな言ってた。あー、懐かしい。あの時の私が聞いたらびっくりするだろうな。こんな大きな作品の映画の脚本を自分が書くなんて。ついに始まる。込み上げる期待と不安と緊張、その一つ一つに心が揺れてしまうことのないように。
すり上がった台本が入ったカバンの持ち手を私はギュッと握りしめ歩き出したのだった。いや、このイベントストーリーもね、脚本家さんがいらっしゃるわけで、まあそんな方々のね、まあこの気持ちも詰まってるような、なんか描かれ方ですよね。そして飛行機の描写がありまして、こちらラスベガスのショーとなっています。誰も仕掛けもございません。行くぞ。3、2、1。ラスベガスのショーステージ、次々と華麗にマジックを成功させるマジシャンに私は夢中で拍手を送っていた。今こっち見た？いや、まさかね。それではまたお会いしましょう。消えた？マントを翻した彼は一瞬のうちに姿を消した。鳴り止まない拍手の中、私の元に一羽の鳩が舞い降りる。ポッポー。ん？迷子かな？うわ、いきなり勢いよく弾けた鳩に思わず後ずさる。そんな私の目の前に紙吹雪と一枚のトランプがひらりと落ちた。いや、いくらね、ラスベガス本場のショーとはいえ、まあ、僕も現地のショーを見たことありますけど、ここまでのクオリティはなかなかですよ。ハートのエース。あれ？何か書いてある。なんて書いてあるの？そして場面は移りまして、こちらバルコニー。あ、おい、遅すぎだ。どこに寄り道してた？寄り道をしていたわけでは。すいません、解読に少々時間が。あ、これあれだね、マジック的なトリック的な意味じゃなくって、純粋にこの青山さんが字が下手っていう設定引き継いでるんでしょうね。まあいい。やっとお前と二人きりになれた。はい、ほら、もっと顔をよく見たい。こっちに来い。あの、私のことをご存知なんですか？たく、今さら何を言ってる。初対面じゃないんですかね。お前のことなら何だって知っている、クソガキ。お、名前知ってる。ん？なんだその顔。いえ、あの、私たちってどこかでお会いしたことありました？あー、こういう言いづらい部分ね。お前な、何言って、まさか俺のこと忘れたのか？すいません、大変恐縮ながら忘れたと言いますか、そもそも覚えがないと言いますか。まあ確かにこんなイケメンだったら忘れるはずがないという思いもあるでしょう。いや、お前の頭が覚えてなくてもお前の心が覚えてる。え？特殊なステップでも踏んだのか、いつの間にか目の前に迫っていたその人は流れるような仕草で私の顎を長い指先ですくい上げた。お前の心が覚えてなくても体は俺を覚えてるはずだ。大人な発言ですね。そうなの。あー、でも言われてみればなんだかこの顔見覚えが。唐突に流れ出した強烈なロマンスの気配に流されそうになっていたその時、何今の音。くそ、まずいな、逃げるぞ。恐竜だ。恐竜？これあれですかね、もう早速映画の世界に入っちゃってるのかな。何、どういうこと、一体何が起こってるの。なんでラスベガスに恐竜が？となっておりますが、まあここから映画らしいエピソードがどんどん掘り下げられてしまいそうなので、今回はこの辺までにしておきましょうか。気になるこの内容はまた次回ということでお楽しみにお待ちください。こちらのチャンネルは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでございます。まあ僕はとやかく言わなくても、すでにスタンドマイヒーローズスタマイは素晴らしいゲームであることは言うまでもないんですが、まあさらに男性目線で紐解くことで新しい価値を生み出すことができれば嬉しいなという思いでゲーム実況配信をさせていただいております。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。今回はね、このようにイベントストーリーをやらせていただきましたが、普段はメインストーリーだったり、まあ、カードストーリーだったり、まあ、そういうのもやらせていただいておりますので、まあ、もしよかったらそちらも再生リスト化してありますので、ご覧いただけたら嬉しいです。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。